ライン宮中博、バイエルン公、初代カンバーランド校及び、初代ホルダネス博ルパートは、イングランドの軍人。同国の王党派の中心的存在であり、新京都革命では、国王軍の指揮官を務めた。イギリスでは、プリンスルパート・オブ・ザ・ライン、プリンス、ルパート・オブ・ザ・パラティニットと呼ばれる。単に、プリンスルパートとも呼ばれる。プリンスの称号は、 プファルツ選定校の講師であったことによる。イングランドにおいて、カンバーランド校及び、ホルダネス博に上され、後に、海軍教を務め海軍の指揮も取った。ドイツ名では、プリンツループレヒト・フォン・デア・プファルツと呼ばれる。プファルツ選定校兼ボヘミア王フリードリヒ五世と、非エリザベス・スチュアートの娘の三男で、兄は、プファルツ選定校カール一世、ルートビヒ。姉エリザベトは、 哲学者で、ルネデカルトの相弟子として知られる。弟が3人おり、モーリッツは軍人として、ルパートに同行したが、エドワルトとフィリップは母と不仲のため感動された。妹も3人おり、ルイーゼ・ホランディーネは画家となり、ヘンリエッテマリーはハンガリー貴族と結婚したが創生した。末の妹ゾフィーは、ハノー・ファー戦抵抗エルンスト・アウグストの日で、 この二人の息子である、ハノーバー長初代のイギリス王ジョージ1世は、ルパートの老いにあたる。また、イングランド王チャールズ2世、ジェームズ2世兄弟は、母方の重帝であり、この二人の老いである、イングランド王剣オランダ総督ウィリアム3世は、父方ではまた重帝、母方では次老いにあたる。ルパートが生まれたのは、30年戦争が始まって間も、ない1619年であった。 この年、父フリードリヒ5世は、ボヘミアのプロテスタント貴族によって、ボヘミア王に選ばれ、ハプスブルク家の神聖ローマ皇帝フェルディナント2世に、代わって王位についていた。ループレヒトが生まれたのも、ボヘミア王の宮廷があった、プラハである。しかし、カトリック軍の反抗により父は、翌1620年には王位を追われ、本領のプファルツ選定講領も1622年に、 信仰を受けて、幼いループレヒトラ祭司と共に、母ルイーゼ・ユリアナの縁で、オランダ共和国へ亡命した。オランダで育った、ループレヒトは若くして、軍人となり、王子にあたるオランダ総督、フレデリック・ヘンドリックのもとで80年戦争に参陣、1637年に、ブレダでのブレダ包囲戦に加わる。1638年、母の母国であるイングランドへ渡る。 父は三十年戦争の初戦で、フェルディナンド2世らと争っていたとき、ジェームズ1世は、オランダとの経済関係などで三十年戦争の参加に積極的でなかったものの、チャールズ1世の知性になり三十年戦争も状況を変えてきたため、援助が得られることになる。そのため、兄、カール・ルート・ヴィヒと母エリザベスが中心となり、皇帝軍に対しプファルツ領を奪回するフロート。 戦争を仕掛ける。ループレヒトとフレデリック・ヘンドリックも参加するが、ループレヒトはベスト・ファーレンに侵攻した皇帝軍の捕虜となった。ただし、この捕虜生活は豊かな学びの場となり、また、イングランド内戦で共に活躍することとなる愛犬、ボーイとも出会うことになる。3年後の1641年に解放された後、ループレヒトはイングランドへ渡った。愛犬のプードル、 ボーイを連れて戦うプリンスルパート母エリザベスがチャールズ一世の姉であった縁で1642年8月に第一次イングランド内戦が勃発した際にはルパートは弟モーリスと共におじチャールズ一世に仕えたルパートはこの年国王軍の騎兵隊の指揮を取るよう命じられると初戦の9月パウィック橋の戦いと10月ウェッジヒルの戦いでいち早く戦果を上げて 大きな信頼を得た。パウィック橋の戦いにおいては、プロパガンダの広告塔として扱われるようになり、国王軍の若い兵士たちにとってはルパートは、憧れの的となった。エッジヒルの戦いも戦闘に不慣れな議会軍に対して、国王軍の宣練差を見せる勝利となったが、ルパートの国王軍の中での圧力が起こり始めた、時期であった。司令官のジー白尺、ロバート・バーティーは、 不評の補佐として、騎兵隊を運用しようとしたが、ルパートは、スウェーデン方式の騎兵隊主流の攻撃を主張し、チャールズ一世が仲介に入り司令官を買って、ルパートの家庭教師でもあったジャコボに帰るシーンがあった。翌1643年にはおじに命じられ、イングランド西部の征服を担当、7月にブリストルを落とし、8月にグロスターシャアの州と、グロスターを包囲した。 この時は、ロンドンからの援軍で包囲を解いて引き上げている。1644年に、王統派のダービー伯爵、ジェームズ・スタンリーの要請に応じ、チェジャーから北上し、ランカシャーに進軍して、ボルトン・ディバプールを陥落、西部を平定すると投進して、ヨークシャーへ進撃、シュートヨークを包囲していた、議会派のトーマス・フェアファクス率いる軍勢を撤退させて、ヨーク防衛軍の入荷する行。 ウィリアム・キャベンディッシュと合流、退却する、議会軍と交戦した。この戦いで、王党軍は、議会軍左翼のオリバー・クロムウェルの決死の奮戦で、惨敗、ルパートは、ランカシャーへ撤退した。ルパートがクロムウェルを称賛して呼んだ、合遊の人は、後に転じて、敵機体の名称となった。1644年に、カンバーランド港、ホルダネス博に乗され、有望者によって、 キチガイ騎士の異名を取った。また、ルパートは時々大型のプードルである愛犬、ボーイを戦場に連れてくることでも評判になり、議会軍の兵たちはこの犬に人数力があると称して恐れたが、ボーイはマーストンムーアの戦いで死亡した。11月、国王派の総司令官となる。1645年にオックスフォードから出撃したチャールズ一世と合流して、 デスターを落とし、オックスフォード方位に向かった、フェアファクス・クロムウェルらニューモデル軍をおびき出し抗戦した。ルパートは、議会軍左翼を撃破して指揮官ヘンリー・アイアートンを捕らえたが、追撃して戦場から離れてしまったため、残された王党軍は、フェアファクスとクロムウェルの激しい攻撃に崩れ去り、壊滅した。ルパートは、戦場から戻り、体制を立て直そうとしたが果たせず、 ブリストルへ退却するもフェアファクスに包囲され、降伏、捕虜となった。解放後は、形成不利を悟り、議会派との和睦を主張したが、徹底抗戦を貫くチャールズ一世から遠ざけられ、1646年にイングランドから大陸へ戻った。1648年に、議会派に遊兵されていたチャールズ一世が脱出して、犯行を呼びかけると、一部のイングランド艦隊が、 反乱を起こして、オランダに寄港した。ルパートは先に大陸に亡命していた重帝のチャールズ、王大使とともに、オランダの艦隊に乗り込み、イングランドへ出港した。この時、ワイト島にいるチャールズ一世の救出を主張したが、艦隊が小規模で実現不可能だったため、何も成果を上げられず、オランダへ引き返した。翌1649年に、 チャールズ一世が処刑され、イングランド共和国が成立すると、フランスでルイ14世に軍人として雇われたり、弟モーリッツと共にオランダから出撃して、イングランド王党派の海軍の指揮や、海賊活動を行ったり、ドイツで兄のカール一世ルートビヒとイサカ界を起こしつつ、ヨーロッパ中を転々とするなどした。当初は、イングランド沿岸の共和国の船を襲って、 戦利品を王党派へ送り、共和国の海軍軍人、ロバート・ブレイクと戦ったが、1650年にブレイクに敗れてからは、地中海に潜伏して、海賊活動を続け、アイルランドとイングランド周辺のジャージー島、マン島、シリー諸島やポルトガルのリスボンに寄港した。1650年から1653年にかけてのルパートの活動範囲、アフリカ、 西インド諸島にまで及ぶイングランド海域と地中海がブレークに制圧される中で大西洋のアゾレス諸島と西インド諸島を拠点に活動範囲を広げ1652年にアフリカのモーリタニアに立ち寄ったところが同年9月に一緒に海賊家業を行っていたモーリッツが西インド諸島で嵐にあ行くへ不明になったルパートも西インド諸島へ向かい カリブ海のアンティル諸島に上陸したが、嵐で艦隊が難破してしまった。ヨーロッパ機関を余儀なくされたルパートは、わずか5隻で大陸へ戻り、1653年にフランスのパリに到着した。活動範囲のありに、利益は少なかったため、以後海賊家業は行っていない。また、1655年にドイツのプファルツへ立ち寄り、選定校となっていたアニカール一世に、 領土分割を要求したが断られたため、1657年にプファルツを去り、ヨーロッパを旅行した。1660年、共和制が終わり、チャールズ2世の王政復古がなると、ルパートはイングランドに戻り、スーミツ密院の一員となった。騎兵を率いることはなくなったが、英乱戦争においては、海軍の指揮をとっている。1665年から始まった第二次。 英乱戦争では、チャールズ2世の弟で、海軍教のヨーク校、ジェームズ、サンドウィッチ伯爵、エドワード・モンタギューと共に、イングランド海軍を率いて、オランダ海軍と対戦。ローストフとの海戦では、ヨーク校、サンドウィッチと協議した上で単獣人で相対し、敵より素早く反転したことで隊列の整わない、オランダ艦隊を攻撃して対象した。 翌1666年、ヨーク港に代わって、海軍の指揮を取ったアルベマ・アルコー、ジョージ・マンクと共同で海軍指揮を任され、6月の4日海戦では、政府からの命令で、フランス海軍の監視に向かったため主戦場への到着が遅れるという失態を演じたが、7月のセイ・ジェームズ・ビの海戦は、マンクと共同指揮を取り、オランダ海軍に勝利した。ただし、この勝利は、 決定的でないため戦争は終わらず、翌1667年のオランダ海軍のイングランド奇襲を経て、ブレダの和役で終戦に向かうことになる。1672年、フランス王ルイ14世がオランダ侵略戦争を始めると、ドーバーの密約でルイ14世と同盟を結んでいたチャールズ2世もオランダへ、戦線布告、第三次英乱戦争が勃発した。 海軍はヨーク港の指揮にあったが、翌1673年にヨーク港がカトリックであったため辞任に追い込まれると、ルパートが海軍卿としてイングランド海軍を率いる立場となった。オランダ侵攻軍の上陸計画を遂行する役割を命じられていたが、侵攻軍の司令官フレデリック・ションベールと対立したり、味方のフランス海軍が消極的だったことが一因で、 スホーネベルトの海戦、テセル島の海戦で連敗して、オランダ侵略は不可能となった。戦後、海軍はイングランドに収容され、オランダ進行軍は解散。翌1674年に、チャールズ2世は、ウェストミンスター条約を締結して、オランダとは睦した。以後は、政治、軍事ともに関わることはなく、科学と植民地事業に熱中した。 1660年に王立協会の創立メンバーとして名を連ね、1668年にウィンザー城治安官に任命されると改築を行い、狩猟とテニスに明け暮れ、後に科学実験も行った。また、フランス人探検家のピエール・イコール・エスプリ・ラディッソンとメダール・デグロゼーへの北アメリカと北極海での探検を支援し、1670年、この地域における イングランドの権益を行使する国策会社ハドソン湾会社の初代総督に任命された。ハドソン湾会社はハドソン湾岸を含む広大な土地、ルパートランドを所有し、この地域の独占公益権を1870年まで行使した。1682年、ロンドンのウェストミンスターにて62歳で死去し、ウェストミンスター寺院のヘンリー7世礼拝堂へ埋葬された。 着手はなく、カンバーランド行為は断絶した。愛人フランシス・バードが生んだ諸子だドリー・バードは溶接したが、別の愛人マーガレット・ヒューズとの間に生まれた諸子、ルパータ・ヒューズは1695年に、ホイック・員のエマニュエル・スクロープ・ハウと結婚した。ありがとうございます。